はい、皆さん、毎度も御社の太郎さんです。カズマです。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、京都にある船岡山というところに来ています。こちらは応仁の乱の、まあ、戦場の一つだったようなんですけれども、まあ、最近というか昭和の時代にはあの警察官が亡くなる事件が起きたりもしているので、探索の方行ってみたいと思います。最近はね、住宅街だったりするので、はい、車の中でのですねオープニングになるので運動しなくていい。いやいやいや、趣旨変わってますから。いや、なんとなくほら疲れるやん最初。まあそうね。それをねちょっと抑える。まあ結局ウェイト切るから一緒だけどね。頑張っていきたいと思います。はい。はい。じゃあまずサプリメントの摂取していただきたいと思います。はい、じゃあいただきます。ああ。雨が強いので。さっさとやっちゃいましょう。はい、じゃあ行く前の握力ですね、測定していただきたいと思います。まあ、例の中で車なんでね、そうですね、そんな出ないと思って頑張ります。よいしょ。お、結構悪くないんじゃない。 62.9。 おーおーおー、わりかしいつも通り出てるじゃないですか。これは下がるだろう。どう考えても。ちょっとね、頑張って下げていきたいと思います。いやいやいや、よろしくお願いします。今回はですね、ちょっとこちらずーっと登っていって、この頂上のサイレントっていうところが何かいろいろ誘惑があるということなんで、そちらを目指して行ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。と言ったらもうすでに何か書かれていない。早い早い早い。こんだけさすがに雨が本降りになると荷物多いから大変だね。どうしてもこうあれこれ持ちますからね。スピボだけの時代は良かった。でもこれなんか、まあ、普段、まあ、神社もありますから足元はしっかりしてるっすね。うん、そうね、歩きやすい。なんか戦場跡のうんぬんみたいなのあるんですかね。ね、なんか石碑みたいなのあってもおかしくないのね。はい。ただの広場だね。まあ公園ですからね。確かにそれでもおかしくないんですが、ちょっと中途半端な広場だから使い道ないんだけど。確かにちょっと狭いですね。うん、まあ、これがなんか野外演奏場みたいな、あーステージみたいのがあるっていうのを聞きましたけど、これかそれっぽいよね。うん、ちゃんと観客席があるし面白いですね。なんかちょっとこうなんていうんです、コロシアム的な。なぜ戦いの場になった。いや、あの野外の椅子の感じがね、広いなですね。もう結構すでに歩いてると思うんだけど。だいぶ登った感はありますけど。おお、まだなんか書きました。なんか不思議な人倒れてる、解除してるんですかね。解除してるか手術してるか。あ、いやでもかなり気持ち悪い絵だよこれ、近くで見ると。あ、ここにもなんかあるな。あ、本当だ、お地蔵さんっていうのかな。あ、お地蔵さんですね。だね、またありますね。またあるね。なんかちっちゃくなってってますけど、うん、ちょっと削れてる気がする。そうですね。何なの。あ、ここにもある。ああ、ぐるっとあるのかな。この上の方なんですかね。ここが頂上。結構登ってきたんでそろそろだと思うんですけど。あ、これじゃない。あー、これか、サイレントってなってたやつ。
サイレン？どういうことなんでしょうね。だいぶ年季の入った。そうですね。何にも使われ、もう今は何にも残ってない。うん、まあ使うこともないでしょうからあれなんでしょう。ところどころ黒ずんでてちょっとなんかあれだな。消火黒にも見えるね。確かにそうっすね。なんか燃やしてそうな感じもあるな。うん。ではせっかくだからここちょうど頂上っぽいし。そうですね。この辺でちょっとやってみましょうか。だいぶ雨降ってるからちょっと大変だけど。そうですね。ちょっと。うんいい感じにできるように準備してみましょうか。はい。じゃあよろしくお願いします。はい。はい。じゃあですね、準備の方できました。ちょっとですね、まあ雨でもブズブズになっちゃってるもんですから、こんな感じで画角は撮らせていただいてですね、あちらサイレントの、入り口っていうんですかね、そこだけ見えるようにはしておきます。で今回ですね、ちょっと傘を持っちゃってるもんですから、スピボのみで撮影していきますね。よし、じゃあ始めたいと思います。いきなり？ラジオだよね、今の。え？こんばんは。なんか、さっきとこっちがあっていきなり止まったの。ちょっとこの後ろのですね、サイレン灯がですね、だいぶやっぱり高い位置にあるので、ここからサイレン鳴らせばやっぱり、京都全域に聞こえるのかなっていうイメージがあります。何この信号？え？めっちゃ喋ってる、めっちゃ喋ってる。え、今のラジオ。だいぶ怖いんだけど。でも女性がずっと喋ってますね。やはり高台だけあってラジオも拾ってはいるみたいなんですけども、スピードのですね、音声がどれぐらいちゃんとして聞こえるかはですね、ちょっと今雨の音も強くて聞き取りづらい状況です。何この信号、助けて。あ、ラジオなんかすごい声で喋ってません？ラジオが入る手前は助けてって聞こえて、その後にラジオが入って、で、高音。ちょっと聞き取り完全に不可能な。さっきも流れてたんで、多分この高音は何かしらありそうですね。ちょっとこれは興味深いかもしれないです。いつもとスピボが明らかに反応が違いますね。よろしければ少しお話できませんか？少しスピード上げてみますね。なんだろう、この信号。ちょっと早いと完全にこれは聞き取れないですね。ちょっと逆回しにしてみましょうか。ごめんなさい、先ほどですね、助けてと言われた方、もう一度お話聞かせていただけませんか？今聞かれました。完全に笑い声。ずっと女性なんだけど。男性がたまに入るけど、ほとんど女性。そしてめっちゃ高音でめっちゃ笑ってる。え？今、サイレントの方から、ジャリって。ジャリって言ったよ。ちょっと、めっちゃ怖いんだけど、これ。今日のスピボーやばいわ。
ちょっと通常回しにもう一度妄想してみますね。あとですね、これここ今京都なので、まあ、聞こえてもおかしくないんですけど、鐘の音が聞こえます。こんな時間に鳴らす？今まだ3時半ぐらいなんですよ。普通鳴らさんでしょ。ちょっとここはあんまり長いしたくないです。ごめんなさい、ちょっとテンパっちゃって質問が出てこないです。何か伝えたいことがあってここにいらっしゃるんですか？すごいですよって今完全にラジオだったんですけど、多分半分ぐらいはラジオだと思うんですよ。ただ何かしらやっぱり強い思いというか強い気調というかのを感じたりはしますので、何かしらやっぱりですね、こちらいらっしゃるのかもしれないです。まあいろいろと史跡だけありまして、事件とかもあったみたいですし。すごい喋るな。ちょっとスピードを止めさせていただきますね。ありがとうございました。そうですね、やはりまあ、それだけですね、何かしら強い思いとかもあると思いますし、古戦場っていうこともありますので、やっぱりですね、何かしら伝えたいこととかはあるのかもしれないですが、ちょっと僕ではですね、解読今日はちょっとできなかったもので、もしですね、こちらご覧いただいている方がですね、スピボが何か喋ってたってこと、もし聞き取れましたら、ぜひコメント欄に入れていただければですね、ありがたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ではですね、そろそろお時間になりますので、ちょっとあまりに長いもしたくないものですから、以上で一人検証の方は終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結構降りましたけど、べっしゃべしゃもう夏場の梅雨だく状態いやね、スピボがめっちゃ喋ったね。お、半分ぐらいはラジオなんだけど、はい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 、はい、残り半分はね、結構激高してるというかね、はいはい、気が狂ってるというかねちょっとね、ちょっとやばい喋り方が、珍しいっすね。あとなんかサイレントあったじゃん。はい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 、はい、あっちの方から1回だけなんだけど、水で濡れた地面砂利、はい、をそのジャッて音が聞こえて、ほう、振り向いたも当然なんもないし、はい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 、はい、あとさ、俺ら撮影時間今夜中の3時半ぐらいなんですよ。そうですね、鐘がねお寺さんが多分鐘鳴らしてるんだろうけど、こんな時間から鳴らすもんなんだ。鳴らすんすかね、うん、ちょっともうね、あれ今大晦日だっけって思いながらだからあのね、サイレントはやっぱちょっと怖いわ。あ、うん、やっぱなんかあの辺はあるっすかね。なんかちょっと嫌な感じはする。ただなんかあるような感じもしないんだよね、その何かが起こったとかさ、はい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 、はい、そイメージは湧かないんだけど、なんかあの付近は確かにちょっとよどんでるというか、ちょっと嫌な感じがしたかな。まあね、俺はその霊感とかないからね感覚でしか話はできないんだけどはいはいはい、はい、あとね、まあ、鬱陶しいのがね、一人検証中にザーザー降りで雨降ってたんだけど降りてきたら止んでんだよね。そうですね、今いい感じに傘いらないですね。ちょっとショックだねいや疲れました、早く帰りましょう。そうですね、お疲れ様でした。いつでも高タンパク 20g
これ振ると泡だらけになるんですよ。もうだって振ってるうちにもう音しなくなってくるから。あの粉じゃないですから。まあでもね、飲むヨーグルト好きなんだよね。いただきます。泡だらけ。ごちそうさまでした。はい、じゃあ締めの握力ですね。まあここまでご覧いただいた方はもう分かってるでしょう。出ません。そいや。まあまあ悪くなかった。 61.7。 まあ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 4か 1.4。 まあ、うん、全然下がってないね。そうですね。おう、あんだけ疲れたのによう、こんだけ出た。ちょっと自分でびっくりしてます。頑張りますね。動画の方ですね、何か映ってたよとか何か聞こえたよということがありましたらコメント欄の方にお願いします。夏ならもう明るいです。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画で。またねー。